いや、徳旦那も立派に成長しましたね。では今日も元気に1位かまないです。今日最も良い運勢なのは蟻座のあなたです。大事な場面で実力を発揮して大満足。人前で話すときは落ち着いて深呼吸しましょう。ラッキーパーソンは笑い方が豪快な人です。4位の魚座の人は思いがけない臨時収入が。用途は即決せずよく検討してください。6位の牡牛座の人は好きな音楽で集中力アップ。難しい課題も楽々クリアできそうです。続いて9位の獅子座の人は判断力が鈍って無駄遣い。見栄を張った出費は NG です。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい双子座のあなたです。人の言葉に振り回されて損をしそう。周りは気にせず自分に自信を持って行動してください。でも大丈夫、そんな双子座の月を回復させるラッキーメニューはカルボナーラです。